ちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今、長野県は松本城のすぐ脇にあります、はい、縄手通りに来ておりますけれども、はい、すみません、自己紹介をお願いします、はい、ポルトガル工房アレンテジャーナの新川と申します、はい、オーナーです。一応皆さん、はい、よろしくお願いします。工房ということなんですが、主にポルトガルのお菓子を、はい、作って、特になんか修道院っていうふうになんか書いてありますけど、はい、修道院のお菓子で、修道院の発祥のお菓子ですね。あのポルトガル式のエクタルトと、あと日本 の、 あのカステラの原型になったと言われている半熟カステラ。カステラってポルトガルですよね。はい、そうです。そちらをあの主に販売してます。なるほど、はい。このお店を始めるにあたってどのようなこう経緯があったんでしょうか。もう本当にこのお菓子自体、お菓子屋自体は去年の12月にオープンしたんですけれども、はい、その前にあのポルトガル食堂という、ま、あの、はい、もともとはエムイングにあったレストランなんです。そこで、はい、働いておりまして、はい、あのそこから独立をしたんですけれども、うん、はい、どうしてもポルトガルで食べた美味しいお菓子の味が忘れられなくて、はい、ちょっと再現したいなと思って、それで松本の皆さんに食べていただきたいなと思って、はい、オープンしました。ポルトガルのお料理を作るところにいらっしゃったんですね。そうです、はい。そして、お菓子、はい、旅行されたってお聞きしましたけど。そうですね、ポルトガルへ行って、まあ、向こうの味をたくさん食べて、で、あのやっぱり日本人の口に合う料理というよりは、もう本当に日本人が好きな味のお料理だったので、もうそのままやはり再現したいなと思って、帰ってきていろいろ作り直してレシピなども起こして、はい、頑張ってます、はい。実際はどうだったんですか、向こうの味と。実際やはりあの食べてみて、ちょっと違うなって、作り直したいなっていう気持ちがものすごくあったものですから、あの知り合いのポルトガル人のパティシエさんに教えていただいたりとか、ポルトガル料理屋 の、 あのシェフに教えていただいたりとか、あのしながらも本当に学んで今に至りますけど、一言にこう味を再現するとしても、何を入れたらその味が出るのかっていう、そうですね、あれが大変だと思うんですけども、難しいです。日本でこの味を再現するにはどうしたらいいのかっていうのを、やはりあのいろんな方に教えていただきましたね。あのポルトガル関係の、はい、人たちに教えていただきました。ポルトガルのお菓子の特徴は何なんでしょうか。卵をたっぷり使ったもう黄色いお菓子が多いですね。エッグタルトもそうですし、カステラもそうですし、まあ、幸せの黄色いお菓子と呼ばれてますけれども、そうなんですか、はい、そこになんかほらシャインマスカットとか、はい、長野パープル、ブドウですよね。ブドウですね。それらはただ形のまま入ってるんですか、それともどんな感じで。カットして入れてますね。あのやはり地元のものもやはり使いたい、はい、合わせてみたいという気持ちがあったので、はいはい、あのちょっと生産者さんがあのよかったらあの使ってみてくださいっていう、はい、地元のものを使いながら、はい、それがポルトガル風っていうのはどういうことなんでしょうかね。まあ、ポルトガルのお菓子に地元のものを合わせてるっていう感じですね、はい、研究を進めながらやってきたんだと思うんですけども、はい、その辺苦労されたことって何かあったんですか。苦労というよりは本当に向こうで食べた味をただただ再現したいって、うん、でもなかなかできなくて、はい、まあ、特にこのお菓子エクタルトがそうなんですけれども、はい、なかなかもう2年っていう歳月をかかってしまったので、それまでがやっぱりすごく辛かったですね。あのやっぱりポルトガルと日本では気候も違いますし、うん、やはりあの同じ材料とかを使ってもやはりちょっと湿度の問題だったりとかあるので、いかにこうサクサクっとしたお菓子を再現できるか、そこはやはりすごくこだわって作りました。これからどういうふうにこう進めていく予定なんでしょうか。季節ごとにやはりいろんな美味しいものがこの長野県にはありますので、やはりあの冬には冬の、秋には秋の、夏には夏の、春には春の、その都度あの美味しいものとこのカスタードを合わせて作っていきたいと思います。長野県のものを取り入れながら作っていきたい、はいはい、作っていきたいなと、そういう感じなんですね、はい、ぜひそこに向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。